サートマス・ピーター・アンダーソン・スチュワートは、スコットランド生まれの生理学者、シドニー大学医学校の創設者。スチュワートは、スコットランド南部のダンフリースに、医療品仕立て職人の親方で、美罪判事や市議会議員などの公職も務めた、アレクサンダー・スチュワートと、その妻ジェーン、旧姓、アンダーソンの間の息子として生まれた。スチュワートは、 ダンフリースアカデミーで14歳まで教育を受け、薬屋の徒弟修行に入った。スチュアートは、ほどなくして、薬剤師会の予備試験に合格し、16歳の時には、認定試験に合格して21歳に達した時点で、薬剤師として登録する資格を得た。スチュアートは、医学を志し、早朝や夜間に働きながら、エディンバラ大学の予備試験に合格した。スチュアートは、 ドイツのボルヘンビューテイルで1年を過ごし、フランス語とドイツ語を学び、1875年11月にスコットランドに戻った。エディンバラ大学で学び始めたスチュアートは、大学医学部始まって、以来の最も輝かしいキャリアを歩むこととなった。スチュアートは、10個のメダルを授与され、その他の報奨や、奨学金を獲得した。スチュアートが若い医学生であった頃、 ジョセフ・リスターが外科手術に革命的な変化をもたらしたため、スチュアートは新旧双方の手法で手術を行う機会を得た。スチュアートは1880年に第一級の栄誉を得て MB、C、M の学位を得、さらにエトルズ奨学金を獲得した。スチュアートはウィリアム・ルサフォード教授から主任実験助手となるよう求められ、その準備のためにストラスブールで 生理学と科学をさらに学ぶことになった。一年後、スチュアートはエディンバラに戻り、実験助手の任につき、1882年には MD を授与された。1882年11月21日、スチュアートはエリザベス・アインスリー・エインズリーと結婚した。スチュアートの名を冠した、シドニー大学のアンダーソン・スチュアート宗。1882年、 シドニー大学に医学校を組織することが決定され、解剖学と生理学の教授職が公募となった。適任者の選定は、複数の機関に移植されたが、イングランド王立外科医師会、エディンバラ大学、エディンバラ王立外科医レッジ、グラスゴー王立内科、外科医レッジは、いずれもスチュアートを適任者として選んだ。選任されたスチュアートは、妻と共にパラマタ号に乗船して、 オーストラリアへ赴き、1883年3月にシドニーへ到着した。当初、医学校の建物は、湿っぽく、漆喰も塗られていない4部屋の建物一つがあるだけで、カリキュラムの整備や、講師、実験助手、復習の組織が必要な状況であった。最初の学年には4人しか学生がいなかったが、スチュアートには、医学校を、大きな発展を実現させる。 想像力があり、すぐに新たな建物の建設に向けた構想を生み出した。1884年6月、大学は高級的な医学校の建物を建設することに同意し、設計図面が政府の建築士であったジェームズ・バーネットによって用意された。建築計画は1884年11月に承認され、1885年には 政府が1万5000ポンドの建設資金を用意した。1889年に建物はほぼ完成し、内装は1892年に完成した。この建物はゴシックリバイバル建築の傑作とみなされている。医学校の学生数は1883年の6名から1912年には604名へと増加した。医学校の建物が完成するとスチュアートは 他の仕事にも集中して取り組むことができるようになり、大学敷地の改善なども実現した。スチュアートはまた、ニューサウスウェールズ各地の図書館に科学書の蔵書を充実させた。スチュアートは人物を見る目を持ち、彼のもとで実験助手や講師を務めた人々の中からは、サー・アレキサンダー・マコーミック、ジェームズ・トマス・ウィルソン教授、サー・ジェームズ・グレアム、サー・チャールズ・ジェームズ・マーティン、 サー・アルム・ロス・ライト、ヘンリー・ジョージ・チャップマン教授など、後に大成した者が数多く輩出した。スチュアートの講座は1890年に分割され、スチュアートは生理学担当に専念し、新設された解剖学担当の教授にはウィルソンが任命された。1890年、ヨーロッパ大陸を訪問中だったスチュアートは政府からベルリンへ赴き、 ロベルトコッホ博士の結核治療法について報告することを依頼された。この結果として綴られた報告は非常に有意義なものとなった。スチュアートは首都が予防手段として有効であるとは考えなかったが、コッホによって結核だけでなく様々な病の非常に有効な治療法につながってゆく可能性を含んだ広大な研究領域が切り開かれたことを認識した。 1891年に再度ヨーロッパを訪れた際、スチュアートはさらに調査を進めたが、コ国ホの治療法を失敗であるとする結論には達しなかった。オーストラリアに戻ったスチュアートは保健委員会のメンバーに加わることを要請され、1893年から1896年まで政府の医療顧問、保健委員会委員長を務め、この2つの職から年130ポンドの報酬を得た。 スチュアートが大学の常勤職に留まったままで、これらの公職に就いたことには、批判の声も上がった。この件に対処した公職に関する委員会は、スチュアートが極めて効率的に職務をこなしていたことを認めながらも、政府の公職に専念すべきであるとする判断を下した。スチュアートは委員長職を辞任したが、以降も修正委員会のメンバーに留まった。 その後のスチュアートは時間を見つけては公の場で講演し、また王立プリンス、アルフレッド病院に積極的に関わるようになった。スチュアートが1901年に会長となったこの病院はもっぱらスチュアートの手腕によってオーストラリア最大の総合病院に成長した。1901年にはスチュアートの尽力により、 シドニー大学に派学校が新設された。1905年にはシドニー合同歯科病院の初代院長の座に就いたが、その過程ではヘンリー・ピーチをリーダーとするアメリカ合衆国で教育を受けた歯科医たちからの反対を乗り越えなければならなかった。スチュアートは1908年にはクイーンズランド州タウンズビルの熱帯医学研究所の創設に関わり、 1914年にはナイトバチェラーに除訓された。スチュアートは1919 19年初めに病を得たが、審査手術によって腹部の癌が絶望的な状態にあることが明らかになった。スチュアートは勇気を振るって1920年1月まで仕事を続け、1920年2月29日にニューサウスウェールズ州ダブルベイの自宅で没死した。スチュアートは 生涯に二度結婚しており、最初は1882年にアインスリー城と結婚したが、妻はモルヒネの過剰摂取によって1886年2月28日に死去してしまい、その後、1894年にドロシープリムローズ城と再婚していた。5歳のレディス・チュアートと4人の息子たちが後に残された。シドニーのナショナルギャラリーには、 サージョン・ロングスタッフが描いた肖像画が収蔵されている。ジェームズ・ホワイトによるスチュアートの大理石の胸像は王立プリンス、アルフレッド病院とシドニー大学がそれぞれ所有している。孫娘のプリム・ローズ・ポターの名はスチュアートの5歳の旧姓から取られている。スチュアートは背が高くその目立つ花からラテン語でカラスを意味するコラックスからコラコイドと あだなされていた。スチュアートは抗議者としても秀でており、第一級の教師であって、鋭いビジネス感覚も備えていた。スチュアートはしばしば敵を作ることを辞さず、他人の意見に耳を傾けたがらないこともあった。ありがとうございます。